どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。前回ね、スピナーでゲットしたんで、やっちゃいましょう。さあ、スピナーか。俺、初めてだな、こんな武器見たの。あ、やべ、矢が、まあいいか。はあはあ。ああ、そういうことね。引っかかるものがあれば、まあ、地面とかね。壁とかはいけるけど、っていう仕様なんだ。あ、この時自由に意外と動けるから。あ、やべえ、やべえ使えない。もう一回降りると使えない。ああ。超危なかった。ヘルピーかゲットできるの。ってことはこっちもルピーなんじゃない？お、木弾道。あー、なるほどね。普通の爆弾に戻るんだ。水中爆弾ずっとゲットできるってわけじゃないんだね。ゲットしてない。あー。いや、ゲットしてる、ね。よし。だからさ、これ間違えて押すんだよな。おお。はははははは。先にお宝。あーと、ハートのかけらだ。やっと。ちょっと待ってね。構成して。はい。俺も食らうんだよな。あー、せっかくハートのかけら見つけたのに。となると、こうだね。あ、ギリ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 。はい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 。おお、これ楽しい。ほんとトロッコだね。え、嘘でしょ。嘘。今じゃあそっち行くとダメなの。マジか。だね、たまたまそうなったんだな。おい、さよなら。さあ、ハイラル文字。上、どっちかな。あ、急に丸を押して離すこともできるか。はいはいはい。あ、それ勝ちじゃないの。勝ちじゃないの。あ、まあ、確かにずっと滑ったもんな。ちょっと待った。はいはいはい。あれ、意外と単純。タイミング悪かったんだね。さあ、ボス部屋の鍵ゲット。あー、面白かったな、後半。前半ゴーストちょっと大変だったけど、スピナーゲットしてからめっちゃ面白い。ぐるぐるーん。あー、入れない。そうそう、これ入りたくてさ。あ、連打。ほらほら、回れ回れ。
結構な連打。おお。ああ、比較的こう進みやすいのかなと思ったら、最初だけだに勢いがあって行きやすいのね。もう行って、はい、乗ろう。いいね。ああ、で、真ん中。たまたまそうなったけど。どっかのタイミングで降りて、はめたいね。これ飛び出した勢いで行くとか、そんな。あ、そんな感じ。新しいスケボーみたいな感じだな。まんざらでもないもんね、リンクで。おらおらおらら、回せ回せ。新しいコース出てきた。いいね。この最後に蓋が閉まる仕組みを教えてほしいんだよな。よし、行こう。いや、これすげえわ、このスピナー。あ、で、ボスベア来た。ちょっと止まった姿見てみたいね。あー、ダメ。それ落ちるね。それ落ちるね。いいアングル、いいアングル。ああ、なかなか取れない。いやーまあ、不思議な装備やわ。じゃあ行きますか。スピナー使うかなー。まあ、ボス戦で変えるか。あー見えるわー。うーん、スピナー系かなよくぞここまで生き延びてきた。さすが勇者と呼べるだけである。なんか残念だよ。実に残念。お前たちと会えるのがこれで最後だと思うとな。お、お。来たねー。パーラジガント蘇生古代獣なんだね。ちょっと待った、一回。おっ、おいてー。これさ、そうだね、それ来るとどうしようもないね。ただこっからどうやって攻撃するかっていう話で。おおおお。
どうすんの。やっぱ降りるよね。あ、いたここまで。やっぱ粉だ、粉だからめっちゃ飛んでいきますね。ほい、あ、なるほど、背骨なんだ。はい、ついていきます。あ、こまこま、わー、マジでこま、めっちゃ楽しい。さあ、あと1回ぐらいかな。ちっちゃくなったね。あ、腐敗ブレスや、腐敗ブレス。なるほどね、こうやって来るから難しいのか。いいよ、いけいけいけ、俺の、よし。駒の底力見せれたね。え、終わり。嘘でしょ。え、マジで、マジで終わりなの。ああ、よかった、よかった。ある意味よかった。あ、いや、終わり？嘘、嘘でしょ。マジで終わりなの。もう、でも、ハート。終わりなんかなぁ。まあ、駒回すか。さあ、回れ回れ。いや、まだなんかありそうだな。こういう感じか。はい、と、しまった。あー、そういう感じで。え、どうすんのこれ。上行ったけど、はい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 。あ、やっぱ撃たれる。あー、なるほどね。左で上がるから、右側で受け止めろって感じなんだ。熱いー。あー、テンポ変わってきたねー。これ、弓撃てれたら最高だったねー。あー、まあまあ。いいよいいよ。今日も盛大に回ってるからね。ワンティー、そのタイミングでちょっと速くなるんだよね。うい、ほらほら、突き出せその頭。あー、結構攻撃できるね。あと1、2回、2回ぐらいあるかな。うわぁ、ギミック増えたわ。音がさ、で、これ上がらないとダメだね。あー、上がれない。はい。あ、来た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 。おい。おい。おい。
ガン、よし。はい、戻って。一番下が一番強いんじゃない？もしかして。いやーこのね、見えてカクカク目の前に来る瞬間が一番嫌なんだよな。これこれこれ、いやー落ちる。痛い、マジで痛い。ちょっとボスさん、もうちょい顔出していいよ。さあどうかな。こんな瞬間ね、スピナーいるのはちょっと強い配置よね。ほいほい、こらい、あいえ、うそー、マジで今めちゃくちゃいい感じに当てれたんじゃないの。やばいなぁ、これやばいなぁ。これやり直しは泣くよ。いや、いい感じにやり直しさせてくるからね。ほいほい、うわっ、よし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 、もうこれで決めたい。よし、決まった。かわいそう、やられるシーンさえ見せてもらえないっていうね。さあ、ダンジョン解放かな。さあ行こうぜエルザ。陰りの鏡はもう目の前だ。じゃあ鏡ゲットしますか。さあハートのやつはもうゲットと。1234567891、おー、いい感じに増えてきたね。いいな、ここ限定っぽいよね。はい、セーブしちゃいましょう。ん？上？もうさすがにスピナーはこれで使いどころなしかな。鏡の間、鏡らしきものある。いい、うわ、5体か。ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って、急に来すぎ。よし、オッケー。いや、しかも違う雑魚敵まで来るようになったね。よし、行こう。さあ、登って。ハマると。
でもこれって封印解くのかな。影に邪悪なる魔が宿り、闇となる。運命に導かれ、神に選ばれし紋章を持つ者よ。我々は古より神の命に従い、限りの鏡守りし賢者である。なんじゃらが求める限りの鏡は魔力によって砕け散った。その魔力とは、ある者が持っていた闇の力。そのものの名は、ガノンドルフ。かつて聖地を手に入れようとハイラに攻め込んできた。やからだね。邪悪なる力を持ち、魔力を用いたため、魔盗賊と恐れられた男。だが奴は気づいてはいなかった。力の持つ危うさを知らぬ者には必ず隙が生まれることを。しかし、神のいたずらか、やつもまた神に選ばれし力を持つ者であった。夏の持つ憎悪や欲望は怨念となり、邪悪なる魔力はあの残党に宿ったのであろう。
今さらザントの魔力のことが分かったところでもう遅いよ。限りの鏡をなくすことができるのは鍵の一族が認めた一族の長のみ。魔力によって壊された限りの鏡は欠片となり、今もこのハイラルの各地に眠っている。一つは雪深き山に、一つは古の森に、そして一つは天空の中。天空出るの？マジか。いや、めっちゃ楽しみなんやけど。天空が一番楽しみやね。神々が使わしたるものよ。何時なら、この三つの欠片を集めることは可能なはず。だが、心するがよい。欠片には魔力が宿っていることを。マジか。ガノンドルフめっちゃかっこよかったね。じゃあ一応封印はしたんだけど、まあ、ちょっと封印の仕方が雑で雑で、鏡割られてっていうか、ザントにその力が回ってしまったっていうことね。雑に倒したからね。ってなるとあれか、ゾーラの里とかに行く感じかな。スノーピークの話は聞いてんだよ。で、迷いの森は、迷いの森って多分、そうだよね。また、ヒローネ来たかとか行くんじゃないかな。右側砂漠だったね。あと、ここか。ここスノーピークなんのかな。一応ね、ここ、通れるのよ。多分ゾーラの里行く前に、まず、一応酒場に行って情報を確認して、っていう感じにしよっかな。そうだね。そうしよう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、無事、スピナーで楽しくね、クリアできたのは良かったかなと思います。まあでもこのシーンしか使わねえんだろうな。はい、ということで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。